それでは本日もユニークキャリアラウンジ始めたいと思います。本日 MC を務めます黒沢あさみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こちら、毎朝ユニークな生き方働き方をされている29歳以下の方をお招きして今に至るまでのストーリーをお伺いするものです。本日は、第668回、自分を表現することで人生を豊かに、ヘアメイク&アイデザイナー笹野めぐみさんに学ぶ美容の仕事の可能性といたしまして、笹野さんにお越しいただいております。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それではですね、まずはじめに自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はじめまして、笹野めぐみと申します。今現在はベビータグレイスっていう名前で、フリーランスのヘアメイクとあとアイラッシュサロンを、運営しております。今、今年で、29歳の今現在は28歳になります。はい、長くお話しして大丈夫ですか。あ、そうですか。もしお伝えしたいことあればお話ししてくれて、はい、大丈夫ですよ。ね、はい、今、フリーランスのヘアメイクの方は、広告現場だったりとか、あとはスチール、あとは、ブライダルの撮影現場だったり、挙式、披露宴だったり、そういう個人さんの撮影だったり、結構撮影が基本的にメインの現場でフリーのメイクをしておりまして、で、モツエッグサロンは今、大阪の北堀江で、プライベートサロンで、モツエッグアレルギーの方向けに、そういう方でも可能に、装着可能なモツエッグっていうのをサービスとして提供しております。はい、で、ちょっと変わったことっていうのが美容福祉っていう、こう、ジャンルってなかなか聞かないと思うんですけど、美容の力を今福祉現場で、届けてたりしますので、うん、今日そういうお話もできればなと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんか今自己紹介伺った中でもなんかすごく面白いことを多分いろいろされてるんだろうななんていうふうに拝見させていただいたんですが、なんかまず最初にこうおっしゃっていただいた、サロンの方ですかね。こちらはその、松江区サロンとおっしゃってたと思うんですけども、はい、こう通常のなんですか、松江区と少し違ったところといいますか、そういったのはどういったところになるんですかね。はい、松江区の方は私が本当に8年前ぐらいにですね、松江区サロンに勤めていた時に、はい、初めてなんかすっごいもう全部健康体なんですけど、病気もしたことなくてアレルギーも持ってなかったんですけど、まあ、いきなり、まあ、施術者側として松江区の、まあ、グルーが原因で使う商材が原因で、はい、アレルギー、重度のアレルギーが発症してしまって、へー、そうなんですよ。もう失明しかけるぐらい本当に体調が悪く悪化してしまってですね、はい、本当に松江区サロンで働けなくなってしまって、うんうん、で、まあ、そういう人も中にはたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、なかなかこうそういうのに対応したサロンっていうのがまだまだなくって、うん、で、まあ、そういう私と同じ悩みを抱えている方に向けた松江区っていうところで、まあ、サロンができないかなっていうので、まあ、他では働けないのもあって個人で、5年前ぐらいから、フリーで個人でプライベートサロンでやっております。そうだったんですね。その、はい、これまでなんていうんですか、こう幼少期からこうアレルギーを持たれていたとかではなくて、こう実際に働くぞって言って働いてみたらなんかおかしいなみたいになって、それが原因だったみたいな話だったんですか。そうですね、もう本当にアレルギーって、まあ、花粉症も一緒なんですけど本当にこうねえねえすいません、ゼロ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 しちゃうんですが、はい、本当に
よく言うようにコップにこう水が溜まって溜まって蓄積されて溢れてしまって、うんうん、それがもう本当に戻らない体質になってしまうとより悪化していくっていう、こう現象があるんですけど、いろいろね、病気、持病みたいなもので、やっぱすごく抱えられてる方は多くって、いろんなアレルギーでね、悩みを、でそういうところでもう私自身が経験した思いっていうのもあるので、逆にそういう方向けに寄り添った、まあ、言った独自のじゃないんですけど、まあ、そこはもうなんていうんですかね、自分だからこそ今できることっていうところで、まあ、一つそういうお仕事でそういう方に貢献していくっていうところも、あの課題としてやってきて、今年で6年目とかですね。すごいですね。6年間続けられてるってことは、少なくともやっぱそういった方一定数いらっしゃったから、まあ、続いてるってところもあると思うんですけど、逆にあのそういったそのアレルギーを持たれてる方でもできるような、そういう松エクっていうものがあるんですか？はい、あ、そうですね、まあ、本当に100人が100人とかではないんですけど、もちろんあの本当にこれは自分がなって思ったのは、本当にこうね、こう何も反応してないことって当たり前じゃないねんなと思って、やっぱすごい、うんうん、ね、自分の体質のことでアレルギー関わらず、こう生きにくかったり生きづらかったり、それが個性だと受け入れにくかったりすると思うんですけど、うん、まあ、なかなかそこにね、ニーズがあるものって、 100% ニーズがあるものって届きにくいかもしれないんですけど、まあ、そこでめっちゃ悩んでる方10人のうち1人でもなんかね、すごくそのコンプレックスが解消されたりとかしたら、すごく人生変わったりするので、うんうんうん、そういうところで今松江くもなんですけど、あの美容のお仕事もあの福祉現場だったりで、あのそういうこうお悩みだったり、まあ、現状に対して自分のなんか持ってるものツールっていうところで、美容っていう、こう方向から今アプローチさせていただいてるって感じですね。10人に1人でも届けれたらぐらいの思いでやってます。素晴らしい思いですね。そうなんですね。ちなみにそのプライベートサロンなんで、お一人でこうやられてるんですかね？あ、そうですね。今松井くんの方は1人で運営してるので、ずっともう本当に1人で1対1で、まあ、あえてしてるっていうのもありますね。やっぱり あえてしてるんですか？基本的にお悩み抱えられて来られる方とかすごく多いので、うん、あのあえてその1対1のマンツーマンのなんかこう他に誰もいない空間で、うんうん、まあ、本当にこう身も心も委ねてもらいながら、あのいろいろこうお話ししてる中で、まあ、それに合わせてこうデザイン決めたり、こうカウンセリングしたりとか、リラックスしてもらうというのをすごく重要視しているので、すごくやりやすいですマンツーマン。なんかあれですね、なんかそのお化粧というと、どうしてもこう表面的なみたいなイメージをどうしても私持ってたんですけども、うん、むしろその内面的なものも含めて、メイクアップしていただけるような、そんな場所なんですかね。いや、もう本当に黒沢さんがもう本当におっしゃるようにね、さっきもこう男性ってすごくこう、ね、切り離しちゃったりするかと思うんですけど、はい、本当に美容って本当にこう健康であることにすごく直結してて、でそしておっしゃってるみたいにこう外的なアプローチ、表面的なアプローチにすごく見えるんですけど、私がなぜ今までこう続けてこれたっていうのは、一番は本当にその方の内的なモチベーションっていうところが、他者ではこうどうしてもなかなか届かない深い部分にまでこう自発性を持ってもらえるこう可能性があったり、こう内的なモチベーションを作れるってい こうところがすごい美容の持つ力だなと思って、私 もう本当にこう転職だなと思うのはやっぱりそこの部分が一番大きいですね。めちゃめちゃ楽しいですあ、楽しそうですね今こう自己紹介とかでお話しいただいた、うん、そういったこうフリーランス あの美容のところと松井さんと、もう一つその最後にお話しいただいた、うん、その社会福祉の現場でもこう活動されているって話あったかと思うんですけども、
これは具体的にはなんかどんなご活動になるんですかね。はい、ですね、具体的に言うと、そういう活動とか、あとはお仕事を始めたのは、福祉現場に行き出したのは、5年前ぐらい、あ、そうだった、ね、になって1年後ぐらいなんですけど、うん、から、ですね、結構障害福祉の現場メインで、介護福祉も行ったりはするんですけど、うん、今は障害福祉の現場メインで、就労移行支援事業所だったりとか、障害者の方の、うんうん、作業所さんだったりとか、 B 型さんとかがメインだったり、あとは今は特別支援学校、うんうん、障害を持つ、持つお子さん、まあ、いた中高生とかが行く、まあ、小中高かと通われてる学校で、みなしなみな授業とか、あとは自立活動っていうところで講座を持たせていただいたりしてます。あとは地域に根付いてる若さこさんとかですね、若者サポートステーションとか、まあ、いろんな名前がついてたりするんですけど、はい、引きこもり支援をされているところとかで、まあ、まずはね、一歩家に出れ、まずは出るっていうのがすごく大きいステップの方とかに向けても、今は少しこうお話、美容のお話だったり、自分のセルフケアの大切さっていうのをお話ししたりとかするんですけど、まあ、ところによっては前た仕事をするのに必要な、そういう自分のケアの仕方、うんうんうん、まずは身だしなみは、おもてなしですっていうお話から、本当にその内的なモチベーションにつながるっていうのを、あまりにも気づいてこなかった方も中には結構多くいらっしゃってるので、うんうん、そういうまだまだ届いてないところに美容の力をこう届けていきたいなっていうところが、今はチャレンジし続けてることね。すごいですね。それはそのめっちゃ楽しいです。そっか、楽しさはあるんですね。いや、めちゃめちゃ面白くて、どんなところに楽しさとか、まあ、面白さといいますか、仕事としてのですね、はい、感じられてるんですか。はい、いや、そうですね、本当にこう、なんていうんですかね、本当自分のお仕事だったら、すごくこう人間ってこう焦燥感を持つ時もあるとか、こうマストになってしまったり、まるまるしないといけないとか、あれやらなきゃ、これやらなきゃとかで追われたり、余裕がなかったりとかして、こう自分のこうやりがいとか、本当にこうなんでこの仕事をしてるのかっていうところに、こうすごくこう忘れがちだったり、余裕がなくなっちゃったりするんですけど、私もその美容をまあ福祉現場でさせていただくことで、なんかよりこう難しさもいい意味ですごくあるんですよね、うん、こうどう伝えたら伝わりやすいのかとか、うん、資料から作っていったりするので、なんで分かりやすく言うと、そこの持つ、まあ、通われてる利用者さんだったり、学校さんだったり、生徒さんだったりの課題をヒアリングして、でそれにダイレクトに内容を作っていくので、なんか私もそこで毎回チャレンジというか、めっちゃ楽しいんですけど、それも、はい、ただなんか香りがすごくこう気にしていてほしいとか、では香りのこう資料を作ったり、あとはまあちょっとお風呂の入り方とか、正しいシャンプーの使い方を教えてあげてほしいとかって、こうそういう資料を作ったりするんですけど、うんうんうん、私もこう常にこう初心に帰る瞬間あったり、そう、あとはね、めっちゃ面白い質問とか感想をくださるんですよ。面白い質問ですか。あ、そう来るかとか、そこにそういう質問、あ、めっちゃ興味持ってくれてはるんやとか、すいません、はい、本当にこうすごくこう生活習慣で、なんか美容って言ってハードル高くしていただくわけじゃなくて、そういう、こう男性とか持ちがちなんですけど、っていうより本当に生活習慣で当たり前にやってる、自分のケアとして毎日やってることをちょっぴりしっかり意識しましょうみたいなとこから、すごく小ステップというか、はい、なあ、まずお話しするので、すごく私も、あ、なんかアウトプットしながら自分もこう飲み込んでるイメージ
大事やなって思いながら自分もできてるかな、うん、頑張ろうって自分も思いながらやってるので、はいはい、すごくなんか勉強させていただいてるっていう、そうなんですね、なんか勝手にあの、はい、軽々な授業なのかななんて思いきや、はい、やっぱりその場所場所によって、はい、まああのクライアントさんといいますか、その先生なのかあの教員さんになるのかわからないんですけど、そういった方からヒアリングをして、まあ、今回の授業ではこういうのを教えようとか、はい、違う場ではまた全然別のこういうことを教えようとか、そういったことをされてるんですね、はい、なんでなかなかその私はあの7人家族の5人兄弟 で、でたまたま兄が知的障害を持ってました。あ、そうだったんですね。はい、そしてあの日本で多分すっごい稀出会ったことが私も今までいないんですけど、稀な知的なので、はい、なんかいろんな可能性があるんですけど、いろんなバッドなこう可能性もすごく呼ばれてきたので、家族としてもすごい未知だったんですけど、うんうん、まあ、そういうこう境遇もすごくヒントだったんですけど、やっぱりこう特にこう知的さんってこう自分の体の成長と知的レベルがこうどんどんずれていく時期に入ったりとかすると、うんうん、まあ、なかなか自分のその体のこう成長に追いつかなかったりとか、例えば男性だったらヒゲとかも生えたり、こう男性の体になっていくんですけど、まあ、あの逆にヒゲを剃りなさいって言われないと剃れなかったりとか、うんうんうん、やっぱ美容室に行きなさいって言われないと行けなかったりとか、うんうん、なんか服も用意してもらって一応着ることしかできないとか、うんうん、まずはなんでそれが必要で、それのチョイス選択があって、まず選択肢もあるし、それがいいことなんだよっていう、まずそういう教育の中にそういうのってなくで、まずでもすごく生きていく上ですごく大事なこうチョイスの幅、うんうん、かその選択肢も絶対持ってた方がいいし、身だしなみとおしゃれな仕事とかも理解しててほしいし、ただやっぱりこう私はたまたま幸いそういう境遇がきっかけだったんですけど、やっぱ近しいほどやっぱなかなかこう言うと入らなかったりするんですよ。例えばそう、支援員さんだったり、うん、先生だったり、現場の近い支援してる人たち、家族とかご家族さんとかのやっぱりこう思いを思うと近すぎるから言っちゃう、言えないとか、逆に先生だと、うんうん、言えないけどめっちゃ大事、そこはめっちゃ大事だけど伝えれないっていうところを、私が、まあ、一応その立場的にこう外部の、まあ、プロの美容さんっていう形でお伝えをするので、はい、しっかり頭皮まですすぎましょうっていう、例えばシャンプーの使い方を正しく理解ができれば少し人生が開けて見えるかもしれないっていうところは、うんうん、本当に私も幸い自分の境遇を通してもヒントがたくさんあったんですよね。こうやっぱこうそこを逆にこう困難でありそうな、そういう家族として乗り越えてきた課題とかっていうところを逆にまあアイデアにじゃないんですけど、こう私も何ができるかっていうところで、今はそういうところにできるだけこう寄り添った形で内容も作らせていただいて、あのそういう言えないところを先生とか支援側のスタッフさんたちが言えないところを私がお伝えするって感じをやってたり、まあ、あとはあのいらない未使用品 の、 あのそういうケア、例えばシャンプートリートメントとか、あとはメイク道具とか、はい、すごい新しいもので綺麗なものとかを寄付いただいたりとかして、ご寄付できる機関とかそういう施設さんとかにはご寄付させていただいたりとかも今はしてたりしますね。養護施設とか、まあ、最近は入ってます。地道ですよ、本当に楽しい。これご家族のこうご状況とか、まあ、そういったとこたまたまのとこもあってですね、なんかこうそういった場に今携われてるのかななんていうふうにこうお伺いしたところもあるんですけども、今日はですね改めてあの、うん、そういった笹野さんのこれまでの人生というものをですねあの振り返らせていただいてですね、そこからなぜ今このような活動をしているのかというところをですねあの探っていければなと思ってますので、改めまして本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、今日の事前にあのご提出いただいているあのライフログに沿ってご質問を進めていければなと思っております。
はい。で、最初に記載していただいた点が、おそらく15歳ですかね。はい。あ、高校受験というところで、記載していただいたかと思うんですが、そちらは、今のご活動につながるきっかけみたいなところだったんですかね。なんかそうですね、本当にそこの選択がなんか違う風にやってたら多分今ないやろうなって、今のこの自由な、こう自由なスタイルというかを頑張ろうと思うこともなかったやろうなっていうのが、本当10、そうですね、16、高校3年生、受験の時ですね、15、16ぐらいのその決断の時なんですけど、まあ、ちょうど今私、妹がその年ですごく そうなんですね。はい、いろんな意味でこう将来のこととかもすごく相談を受けるし、すごくセンシティブな、すごくこう年齢なのは私もすごいなんか、あ、懐かしいなと思ってこう感じるんですけど、やっぱその時の決断っていうところが、私自身芸高って言って芸術高校を選んだんですよ、実は。京都のすごくなんか日本最古の高校の画学校らしいんですけど、なんか草間彌生さんとか先輩なんですよ。なんかちょっと斑点の点々のかぼちゃとかが有名な例えばなんですけど。なんで8個科があって、まあ、染色とか漆芸とか陶芸とか日本画、洋画、デザイン、彫刻 で、ファッションデザインがあって、で、私はファッションデザイン、がすごい、学校の資料で光ってたんですよ。で、それを見つけたのが、もうどこでもいいわと思って、普通高校を選んで、まあ、なんかどれにしようかなで受験しようって思ってた時に、その資料を見つけて、受験の2ヶ月前に、私ここに行きたいですって先生に直感で言って、そうなんですよ、ファッションデザインしたいし、このなんかやっぱり美術の授業ってか、もともとすごく好きやって、アートっていうところですごくこう自分の感性を生かしていきたいなはすごくここにあったんですけど、なんか普通の高校に行って、なんかみんなと多様っていうか多数派の決断をするのがなんかモヤモヤしてて、なんかこれでいいんかなみたいな、どれにしようかでいいんかなみたいなはすごくあって、でその時にその2ヶ月前に受験を決めて、でその高校は結構なんかほんまに小学校低学年からこう受験勉強、絵を描き続けて画学校に行かないと受からないよっていう感じの学校やったらしくて。そう、でもたまたま私先生と仲悪くて、その時 その感じ行ったらみたいな感じでこう無限に扱われて、あ、いいんですかみたいな感じで、逆にチャンスになって、それも なんかね、で逆にこうリンゴとかレモンとかをポンって美術の先生に目の前に置かれて、ずっとそれを2ヶ月冬休みに書き続けて、でたまたま受かったんですよ。まあ、なかなかちょっと そんなんで受かるね、お金もかけずにほぼその鉛筆だけ買って、もうほぼほぼ独学に近い形で やってチャレンジっていうのは初めて、私もそこで人生初めて多分チャレンジをして、でそこで受かって、蓋開けばすごく個性豊かな人たちばっかりで まあ高校の青春って感じより、みんななんか制作に打ち込んでる感じの、なんかすごい今思えばちょっとこうすごく集中力がすごかったり、いろんな個性がある同級生がいて、でもすごく才能に触れて、私もいろんな感性に触れて3年間過ごして来たので、なんかそういうところで自然な形で自分の感性を形にするというところと、あとは学校に行って学ぶ部分もあったんですけど、学ばなくていいんやっていうのももう自分の中で答えとしてあったんですよ。学ぶ学ばものじなゃくない。ていいですね。そうです、そうです。自分の内にあるというか、その感性は自分のその考えるんじゃなくて、思うままに感じるままにそれを表現するっていうところの方が大事やなっていうのも、なんか学校に行って感じたと思います。
で、そこから多分その自分の目の前にチョイスがあった時に、いつもその自分の感覚とか感性がちゃんと揺れるというか、でこうそこが生かされる道っていうのを、多分人から見たらこう困難とかチャレンジングなすごい選択でも、そっちをできるだけ選んできたっていうのは、多分そこがきっときっかけっていうか、スタート15、6歳のその時の決断から始まってたなみたいな。人とこっち違う決断ってすごく勇気がいるけど、でもなんかそっちの方が私らしく生きれるっていうか、うんうん、感性を生かす、それもすごく今伝えてるところではあるんですけど、まあ、それぞれギフトがあって、そのギフトが生かされる環境選びだったり選択っていうところで、やっぱりできるだけそのギフトが生かされる、こう社会になるように、まあ、私もそういう身だしなみのケア、セルフケアとかのお伝えしながらこうお手伝いしてたり、あとはね、障害者の人のアートの応援も今プロジェクトチームでずっとこの2年ぐらい応援してたりするんですけど、はい、そのギフトに触れながら、自分のこう感性特性に触れながら生きるっていうところの面白さ、すごくこうエンタメがあるというか、すごくこう生きがいにも直結しますし、やっぱそこに触れてないと生きるのってしんどいから、はい、次多分その次にライフログに関してると思うんですけど、まあなんかそこの私はすごくでも、なるほど、にあったりします。大事な、このこれからの人生の行動指針みたいなものを決めていくような大事なご経験だったんですね。なんかこう、はい、ですね、なんか今お話を伺っていて、まあ、その最初、普通高校っていうんですかね、まあ、そういったことをこう考えられてるときに少しこうモヤモヤされていたみたいな話あったかと思うんですけど、なんかそこのモヤモヤってこう今思うとこう何にモヤモヤされてたんですかね。なんかこれでいいんだろうかみたいなところがすごくありましたね、うんうん、なんかどれ何でもなんか何でもいいで決めていいのかなみたいな、うんうんうん、し、まあ、言ったら足すなんかね、まあ、やっぱり日本の教育的なところもすごくあると思うんですよ。外れにくい外れてるというか、個性ある感覚を持っててもどうしてもこう多数派とか、これがボーダーラインとか、やっぱそこでこう生まれてる部分があるんやろうなと思うんですけど、なんかそれが正解みたいな、普通高校でなんかそのこう普通学級とかちょっといいとこ行くとか、そういうこうステータス的なとこが順調に行くのがなんか正解みたいなところが、すごくやっぱり私は違和感をすごい感じてるところと、まあ、あとは肩にハマる生き方を親とかもそんなしてないタイプなのでそうですね、どんな責任を持っても親は自分の責任で歩んでいけと、お尻拭いも全部自分だから、そこはもう自分が決めたことに責任を持ちなさい、責任持てたら別に何してもいいやっていう人やったので、いきなり進路変更したので受け入れてくれたし、いいやいいやみたいな、やっぱそこで肯定してくれる人が一人でも二人でも家族としてもいたので、うん、そこも大きかったですね。めちゃくちゃ反対されたらきっとなかなかね、まあ、押し切るタイプだと思うんですけどありますね。なるほど。じゃあご家族のそういったささやかな柔軟な後押しもありつつというところだったと。無干渉なのか何なのかですけど、じゃあそこでこうモヤモヤされてた時に、たまたま多分その入学資料みたいなものを見て、はい、これファッションデザイナーにこうハッってなったと思うんですけども、うん、なんかそれまでこう心のどっかで例えば、あ、ちょっとそういう道も進んでみたいなとか、そういうのちょっと携わってみたいなみたいな思いは少なからずあったのか、なんかこう雷が落ちたかのようにこう、うん、おーっていう風になったのかって、なんかどんな感じだったのかなと思いまして。そうですね、いやもう本当になんか自分の中では何か自分でやっていきたいなとか、いろんなこう思いはなんかあったのかなと、物心ついた、こう自分でクリエイトしていくのがすごく好きで、うん、かというと、何かしたいな、何かを見つけたいっていうのはあったかもしれないですね。うんうんうん、これは10代の半ばでよく感じる思いかもしれないですけど、うんうんうん、当時はこう何かを見つけたい、
ていうのがあった時に、それを見たらこれやみたいな、ここに行かなあかん気がするみたいな感じで、うんうん、なかなかそれで行くタイプも少ないと思うんですけど、私の場合は突き進むところが、まあ今はいいとこなんですけど、それでいっぱいぶち当たってるところもその後に結構直感に近いような形でこれだというところで、ね、進まれたっていうご経験だったんですね。はい、ありがとうございます。だいぶ素敵なお話を今いただきましたけども、一方でこうそれこそ3年間もいろんなことをこう学ばれて次のステップに進まれていくというところでありつつも、人生の満足度でいうと少しこう落ちているような出来事かなとは思ってるんですけども、こちら20歳の経験ですかね、社会人になられたというところで、はい、リアルなご経験だったんですかね。なんかね、ファッションデザインカーに行ったんですけど、そこから何か技術職に行きたいって思って、まあ、それはなんかこう尊敬する父が技術職だったりもすごくある根拠あると思うんですけど、なんかすごく自分はそういう自分の体とか手を使って何かをやっていきたい、人に何かを貢献していきたいっていうところがすごくあったので、そこから、まあ、それもなんかヘアメイクのファッションショーを見た時にヘアメイクすごくいいなって、それも直感でビビってなって、そこのファッションショー主催してる学校にすぐもう応募していったんですよ直感で、はい、まあ、人物こう今思えばトータルでつながってはいるんですけど、私の今やってることにも全部、うん、スタイリングもたまに衣装も現場で入ったりとかもしたりするので、ファッションももちろん生かされてて、でその後まあ美容の方に行ったんでしょう、ヘアメイクさんになりたいってなんか思って、でそこから国家資格があった方がいいっていうのを聞いて、ですぐその学校に行ったっていう感じなんですけど、でそこから2年通って、で20歳ですよね。で初めなんかヘアメイクさんになりたくて学校に行ったのに、まあ言ったら美容学校あるあるなのか、美容室に一回勤めなさいと、サロンワーク経験した方がいいよって言われて、別にこう自分でチョイスしたわけじゃないとこに行っちゃったんですよ結局、はい、でそれもすごくいい経験で、自分の選択じゃないから、自分の責任じゃないから、やっぱりすぐに、あ、違うって思って、もうすぐ辞めたんですよ、私。それはもともとそこに目的がなかったのもいいし、やっぱ自分のことは自分で責任が持てる選択を、いいも悪いもしないといけないんだなっていうのもすごく学んだんですよ。で、そこに責任がなかったので、逆にすぐ辞めれて、パッと。はい、それからもう本当20歳でヘアメイクさんになるのに、ヘアメイクさんに勤めながら、まあ、初めの22から3までは、まあ、他にアルバイトしながらヘアメイクさんになるためになんかやってて、でその中で、まあ、本当にある意味すごく今に本当につながってるのが、いろんな人間関係っていうところで、すごく自分の今はこう強くなってる、生かしていきたいなって、生かされてるなってこう感じるところが、逆にすごく反面弱みになってしまってた時期があって、でまあいい意味ですごく人間関係に悩んだり、はい、はい、まあ、あとは今は逆にこう大事にできてるその人へのこう言葉の使い方とか接し方とか対応とかっていうところを学ばせてもらった機会があって、まあなんかいろいろちょっとこう傷つくこととかも、ある意味傷になったこととかもあったんですよね、たくさん。まあ心ない、多分そんなにこうどこまで心あったか分かんないですけど、そういう言葉にすごく傷ついちゃったり、人格否定的なところも、なんか自分はあすごくこう今はこうしてめちゃめちゃ喋ってるんですけど、はい、なんかめいちゃんの言葉人を傷つけるみたいなことをなんかこう言われた過去があった時に、もうそこから話せなくなった時があって、21ぐらいかな、なんかもう、あ、私の言葉は喋ったらあかんねやみたいな、自分の言葉は人を傷つけるんかって
思った時にもう話せなくなった時とか、すごいこう人とコミュニケーション取るのもしんどくなっちゃったり、なんか自分は 何のために生きてるんやぐらいまでこうすごく向き合ったことがあって、何のために生きてね、死ぬのになんで生きなあかんやろとか、すごくそこまで見つめてしまったことが、機会が幸いなんかそういう人間関係でいただいて、でその時にでもやっぱり支えてくれた人もいるし、すごい助けてくれた方もいらっしゃったので、まあ、自分の逆に言ったらその今の選択につながる選択が、そこまでこう自分が挫折してきたことがなかったので、すっごい自分に向き合った20代前半があったんですよ。でその時なんで生きてんやろうって思って、で思ったら自分の今与えられてるこうもの、めっちゃ育った環境とか、はい、自分の持ってる技術もそうだけど、自分の持ってるものをできるだけ本当に必要な人に、必要なところに届けていきたいなって思った時に、卒業のチョイスで23の時に、すいません、その時にもう逆に言った限界ってなったのもあるんですけども、はい、やるかやらへんかで、もうやるしか方法がなくて、自分のその特性的なとこでめっちゃ逆に悩んだけど、人とね違うこうセンシティブなとことか、なんか感性弱、今強みにできてる弱さとか、こう情に流されやすすぎたりとかね、そういうところがこう生かされる環境っていうのが、もう自分で作っていく環境しか見えてこなくて、自分の中で、でそれ23で自分でフリーランスになりたいと思って23で決断をしたんですけど、はあ、すごくこう自分の中で大きかったですね、20代前半の経験と、あとはこうめちゃくちゃ近い身内が不良の事故になって身体落ちちゃったりとか、なんか結構そう異常がある人が身近に多かったりとかもすごいその時期もあって、やっぱ内的な、今つながってるんですけど、内的なモチベーションって、はい、心と体は密接につながってて、うん、やっぱりすごく関係してるんですよね、うんうん、どっちもどっちやから、どっちもセットで、やっぱりそこを自分自身が、うん、アプローチしていきたいなってなった時に、本当自分でそこをチャレンジしていきたいっていうのを23で決めた。それこそ自分が選択した方じゃないこう選択をして、社会人1年目からそこからこう少しこう何でしょう、ま、迷いと言いますか、行動に多分おそらくなんか迷いとかいろんな、ま、出来事も含めてあったのかななんて思うんですけども、なんかこう、ま、今ではそれがあったからこそみたいな話もあったかと思うんですが、なんかその当時こうもしかしたらそのまま立ち直れなくなったかもしれなかったかもしれないんですけど、なんか周りの環境だとか、うん、なんかそういったところでこう支えになったものとかってあったりしたんですかね。いや、もうなんか一番すごい覚えてるのが、その当時一番私も自分がしんどくて、もうなんで生きてんやろうぐらいまでになった時に、なんかその自分の今の悔しい気持ちとかも含めて、いっぱい感じてきた気持ち、自分にしかその感じれなかった気持ちとかをエネルギーに、パワーに、それがパワーに変わる時が絶対来るから大丈夫って言ってくれた身内の言葉があって、はい、すごくその言葉にすごい救われたりとか、そう、すごくそれでは今はすごく28になって、あれからだいぶ経ってすごく今噛み締めてるところもあって、だから逆に困難とかそういう、こう障害っていうのはアイデアに変わるとか、逆にエネルギーに変わるんやっていうのを、自分のこう逆にこう変遷を通して、なんかもう本当自分に落とし込めたいいこう時期だったなって、本当にもう消えてなくなりたいまで、ほんまに明日来るのが怖いなって思った。明日来て、朝が来ても全身震えてるみたいな、今日が怖くて震えてるみたいな時期があったので、なんかすごく、でも あの時の経験を忘れちゃいけないな、本当に今でもすごく思ってて、
でそれが逆に本当に今エネルギーにこう変わってたり、逆に人に寄り添えるっていうところにつながってたりとかするので、うん、本当良かったなと思ってます。今お話を伺って、なんかこう 傷ついたっていうとちょっとあれですけども、なんかこう自分がこうそういう状況になったからこそ、そういった状況の方を心の底から寄り添えたりだとか、うん、共感できたりとかできますし、一方でそれをそのエネルギーバネにして、あのそうならないようにしていかないといけないでしょう、そうならないように周りもこう支えていかなきゃいけないとか、なんかいろんなこう出来事、いろんなこう活動のモチベーションになるような出来事に今ではなってるんですかね。いや本当にそうですね。だからなんか本当に今その15、6歳で相談をしてきてる妹にも本当にそういう話はしてて、もう早くにいっぱいぶち当たる方がいいし、うん、でなんかその多数派で あらなくていい、多数派でみんな こっちに行くからこっちに行くは全然考えなくてよくて、あとは経験とか体験とか自分の視野を広げることをたくさんしてほしいっていうのだけ言ってて、あしなさいこうしなさいとかなくて、もうなんか親心みたいになってるんですけどだからなんかその時の自分を振り返れば本当にいっぱいね、そういう悔しい気持ちもたくさん経験させていただいて、そういうことの方が今思えば本当に大事やったなってすごく今になって思ってます。はい、やっぱ根性につながりますね、うん、あとハードルが何に対しても低くなるので、はい、あ、うんうん、あの時よりマシや、あの時よりマシやになるんですよ、うんうん、これすごくいいやと思うんですけど、はい、なんかいやまあまあ別に経験しなくて近道行く方がいいんですけど、それをあえて私は遠回りをして茨の道で血まみれになりながら自分は近道やと思ってこう行くんですけど、はい、でもまあ逆にそういうその茨の道でいっぱいこうなんやかんや紆余曲折の時にすごく自分のそのなんていうんですかね、いろんなことに対するハードルも低くなるし、うんうん、ある意味こう耐えるとかいう感覚じゃなくて楽しむ力がつくというか、何事も楽しめる力、うん、なんかそういうマイナスなことも意味があるんやな、意味があるんやなってこう楽しめる力がつくというか、なるほどなんかすごいこう思うので、まあ自分にしか歩めなかったこうところとかですね、まあこういうお話するのとかもこういう機会もありがたいですね、なかなかないので。いやー今のお話伺うと、やはり早い方がハードルが下がってた方が今後の活動もいろいろ根性になります。根性をいただけますね、うんうん、あとは柔軟性とか需要力につながるなっていうのは思います。いろんな経験をしている方がやっぱ多様な人に寄り添えたりとか、需要性っていうか自分のこう、ね、可動域がこうふっと広がっていろんな人を受け入れられるようになったので、多分それがこう意外に多数派主義で多様なこう選択をしてても世界がこれだったのが、なんか自分の中ではいろいろこう人のしない選択とかもしてきたところが逆にこうなんか自分の需要力とかにはつながってるかもしれないですね。いろんな人を受け入れられる力というか、はい、それも今お話伺ってると、それこそ自分の好きな道を進んだからこそこういろんなご経験をされて、それがまあ当時はこう大変なこともあったかもしれないですけど、今思えばこう豊かなこう自分自身につながってると、そんなところなんですかね。それは大いに大きいですねありがとうございます。はい、そうですよね。そしてその最後のこう転機というところで、いろいろあった中でフリーランスを決意されていくというところが流れになっていくんですが、こちらも人生の満足度でいうとまたもっと下がっていくというところで、少し最後、はい、あのもうどっちか選択選べるほどの状況でもなかったみたいな話もあったと思うんですが、どういった出来事だったんですかね。そうですね、もう一番多分追い詰められてた多分時期だったので、さっき言ってたみたいに本当にもやるかやらへんかで、本当にこうサロン借りる時とかも
本当に資金なんてないのに何をするか分かってなかったんですよ。その独立するとか自分で何かを始めていくって何が必要なのかも分からないし、何の備えもない中でもうやるかやらへんかでやるしかないとかいう選択やったので、本当にそこからが大変やったので、本当まず生きるのってこんな大変なんやっていうのをもう本当に23で経験できて、まあ一人暮らしをしながらサロン運営もしてみたいなところで、なんか初めてお金的なところも、まあ大家族で全然あの逆に多分そんなに貧乏な家庭や言うて言われて生きてきたので、ただなんか心はすごく豊かに育ってきたし、はい、あの父母もお金で苦労を感じたことをしないぐらい、まあ、習い事もしたことがなかったんですけど、そのさせないぐらいすごい心豊かに愛いっぱいで育ててくれたので、なんかぶち当たってこなかったんですよ今思えば。幸い大家族で育って今思えばいろいろこう裕福いろんな意味ですごく豊かやったなって思ってて、それがほんまに大阪に京都から一人で出てきて、なんかまずサロンも借りて自分の家も借りてみたいなところで初めてこう現状に向き合って、お金をこう自分で稼いでいく難しさもそうだけど、人とのつながりっていうところを大事にしながら始めていかないと、対人のお仕事だったりもするし、対人のやっぱ人生なので、なかなかそこですごくぶち当たったりして、焦りもすごく感じたり、余裕もなかった1年で、まあ、あの、じゃあ働きすぎてなんか身になるか分からへんのに動いたりとか、いろいろやっぱり、あとはアシスタントとか初めの方はとにかく安いお仕事でもフリーで行ったりとかっていうのもたくさんしてたので、まあ、1年後にフリーになって過労でもう貧血何回も起きて何回か倒れちゃってやりすぎやなっていうのはやっぱ自分でこうサインが、体のサインがあって、うん、でその時何のためにこんな、例えばなんか周りはね結婚したり OL してる子もいて、なんか安定とか何を自分が幸せを重きに置くかでこう人生の選択ってあると思うんですけど、その人なりの幸せの形が、はい、で自分は何のためにこのスタイルを取ったんや、うん、っていうのはすごい自分のために思ったんですよ。自分追われて追われて追われてしんどくなって何してんやみたいなってなった時に、あ、そうや、やりたかったことがあったっていうのに思って、それもやるかやらへんかで、ね、もう今できることをやろうって思って、本当にアウトプットし始めたのが、まあ、障害のある方の施設さんの方とかとつながりたいですってお話を知り合いの人にしたときに、うちのお客さんでいるよみたいな風に紹介してもらった人が、そういう障害者の方が作業として通いながら就活をする B 型さんやったんですけど、そこで1年間授業をさせてくださいっていう話をお仕事でご依頼受けてくださって、1年間通所させていただいたんですよ、外部講師で。でその時に身だしなみの授業をいろいろ試行錯誤を、その当時はコロナ禍じゃなかったので、まあ、直接ケアをしながら、あのメイクさせていただいたり、いろいろ利用者さん の, その就職活動を、あの応援するっていう形で身だしなみの授業と講座をさせていただいて、でそこからすごい自分が一番変化があったのは、なんか生きがいをすごく感じる機会っていうのがすごくそこに大きく感じたっていうのと、あとは、あ、今何言いたかったかな。そう、あ、すいません、今めっちゃ、いえいえ、めっちゃ大事なことが飛んじゃった。そう。大丈夫ですよ。はい。で、そう、そういうところを、まあ、やり始めて1年ぐらい、ちょっとまた思い出したら言います、ね。はい。でから、だからまあ自然に出会いの中でそういうお話する中で、本当にこう利用者さんとか生徒さんとかに寄り添われている施設とか学校さんにそこからずっと行かせていただけるようになって、でまあコロナ禍で少しそのストップ若干してたんですけど、その時期に逆にアート、障害ある方の感性っていうところを私すっ
っごい素晴らしいなって、兄が絵を描いてた時に幼少期すっごい感じてたのを思い出して、でその支援学校の先生に生徒さんの絵を発信したい、社会に出していきたいし手伝ってもらえませんかっていうのでお声掛けいただいた時に、私すごくやりたかったことの一つとして、こういう素晴らしい才能をもっと世の中に知ってほしいっていうのを、本当小学校の時とかにあのお兄ちゃんのことで1回ぐらいですねからかわれたことがあって、すごい悔しい気持ちだったんですよ。怒りっていうより悔しい気持ちで、なんかなんでやろう、いっぱい才能あるのにって思っちゃって、でやっぱそこの理解っていうのをどういう形で作れるのかなみたいなとこもあったので、その支援学校の先生もあの身だしなみの方でつながった先生なんですけど、逆にそういうのもやっていきたいっていう思いも私も思い出して、でコロナ禍でできることとして、まあ障害アート、障害持ってる方のアートの応援っていうのを今してます。あのお店さんにあの生徒さんの絵を飾っていただいたりとか、まあ、あとはそういうあの多様な方が一緒にその自分の感性に触れるっていうので、障害あるなし関係なくあの楽しめるアートのワークショップだったり大きいイベントをちょっと企画とかをしてたりとかするんですけど、でもコロナ禍でやってきたことで、でこの1年ぐらいはまた福祉現場に行けるようになってきたので、また活動を再開してるんですけど、こうオンラインでの講話の形だったり、あとは触れずにできるだけ工夫をしながらソーシャルを保ちながら施設とか学校さんと連携を取ってできるだけ身になるように今はあの授業とかをさせていただいてて、そうなので今ちょっとできる形でにはなってるんですけど、はい、何箇所か今行きました。ああそうだですね、こう今のお話を伺ってきて、どちらかというとこう辛いというか大変というかいう、こう20代前半のところからこう今こうすごくこう楽しいやりがいにこう満ちているこう今になっていると思うんですが、こうそこのこうグググッとこう上がってきたタイミングっていうのは、やはりその障害を持たれている方の授業をこうやっているそのタイミングだったんですかね。そうそうなんですよ。そこでなんか、あ、自分の持ってる本当にそのギフトってそれぞれある、黒沢さんも本当にめっちゃギフト多い方やなって喋ってても思うんですけど、はい、本当にそういうところっていうところ を自分自身も活かせてるなっていうところはすごい、私の環境はギフトだし、で自分のそういうセンシティブなとことかも自分にしかできないそういうあのしんどかった経験とかもギフトだし、それを逆にヒントにしてこう生かすっていうところがやっとできた時に、あの本当に自分がの存在意義というかをあのもうお仕事って思ってないというか、それもダメなんですけどね、お仕事なんですけどお仕事を自分の技術を通して幸いこうあの感じることがすごく多い。もちろん普通にこう その他の美容のお仕事してる時もすごく感じてるところなんですけど、あの大きなこうそういうこう自分の中で、まあ、人と違う動きとしてはそこで、まあ、そういうことを開拓しながらなんですけど、することで、あ、一つさっき言い忘れたのが、すいません、思い出していただきましたか。自分の思い出しました。上手に引き出してもらってください。いえいえ、あの人に恵まれるようになったんですよ。あ、そうだったんですか。でそれまで本当に自分のなんかそういう弱いとこが引き出される環境に20代前半人がねすごい多かったんですけど、逆になんか今はそういう思いある方たちと本当の意味でなんて言うんですかね、利用するとかじゃなくて本当の意味でその人に寄り添って愛を持って一生懸命自分の今できることを、まあ、明日死ぬかもしれへんし今できることをやっていきたいっていう人に出会えるようになってから、多分その
そういうことをやり始めてから本当に多分守られてるんでしょうね。なんかいい人にしか出会わなくなって、こういう機会を得られたりも、多分きっとあの千春さんのご縁でこういただいてるんですけど、はい、なんかすごいこう、あ、生きてたらこんない人に出会えるんやみたいな人がすごく多く出会うことが多くて、なのですっごい自分が今守られてるというかね、なんか多分上手にこう避けるんかもしれないすっごい人がいっぱいいるなって思うことがすごくて、なので多分私はそれを続けないといい人に出会っていかないというか、多分その一つとして私自身が、あとは面白いしワクワクする一つの、まずは自分が一つとしてあの大切にしていることですね今ね。なるほど、いやなんか大変佐野さんのこれまでをこうお話伺ってましたけども、うん、波乱万丈って言葉でこう出してしまうたれなのかもしれないんですけど、いろんなこう出来事があって、あ、でこうやって今目の前のことを一生懸命やられてるんだっていうお話を伺えて、大変こう勉強になるところも多々あるなと思っておるんですけども、なんかこう、まあ、そろそろこうお時間も迫ってきているというところでですね、最後にこう少し何点かご質問させていただいて締めさせていただければなと思ってるんですが、それこそこう今こうやりがいとかこう楽しさに満ちてこうお仕事されてるとは思うんですけども、うん、なんかこう一貫して自分がこう大事にしていた考え方とか、まあ、価値観だとか、まあ、多分こう今のインタビューの中にもいろんなものが含まれてると思うんですけど、なんか改めてこう言葉にするとなんかどんなものになりそうですかね。あ、でもやっぱりもうそうですね、自分の中でめちゃくちゃいろいろ喋ってたんですけど、はい、やっぱりなんかこう具体的なことっていうよりも一緒回るとほんまにその本当にそれぞれの、私もそうですけど、周りの人の持ってる感性が生かされて、うん、みんながこう生きがいに触れて、あの触れる機会っていうのを自分の、まあ、持ってるものだったり、そういうこう作っていけることで、そういう機会をたくさんどんどん作っていきたいなっていうところが大きくあって、やはりこうそれぞれのギフトって感性が生かされる機会をたくさん作っていく、そしてそこに気づく機会を私の手を通したりだったり、その仲間、うん、あの思いに共感してくださる方だったり、そういう思いがある方たちと一緒に、うん、あの協力しながらそういう機会をたくさん作っていきたいなっていうところが今はあるんですけど、はい、本当に今社会情勢すんごいことになってて、 でもそこは関係なしに、本当に一番大事なのはこう本当に今手元ぐらい足元ぐらい目の前の小さな一つ一つに目を留めて、しっかり向き合うことが一番自分の簡単にできることなんですけど、難しいことだからなんか大きいことしようとかじゃなくって、まずは本当にもうほんまに自分の身近な近くからしっかりあのできることに取り組んでいく的なところが今課題でもあります。なるほど、ありがとうございます。確かにそうですよね、なんかこう大きいことよ、どうしてもこう視線がこう遠くを見ちゃうんですけど、そうするとその間の、うん、なんかこう道筋が見えなかったりだとか、なんかそのなんかどうしてそこに、どうしたらそこに行けるんだろうって考えてしまって進めなかったりだとかすることもあると思うんですけど、まあ、目の前にことは必ずやることあるですよね。なんでそこをこうしっかりやっていくってところですかね。ありがとうございます。はい、なんかこうちなみにこう少しこう今の話の中でもそういったこうそれぞれのギフトをこう、うん、気づかせてあげたりとか、それを花開かせてあげたりだとか、なんかそういったことにこうやりがいとか感じられてるのかなとも思うんですが、その先のこう佐野さんのもう少し先見た時にこう展望といいますか、こういうことやっていきたいなとか、自分の身の回りのこのお仕事がこうなってたらいいんだとか、なんかそういったところもあったりしますか？そうですね、また多分きっと私のステップアップは、あの私じゃなくて
まずは自分っていうところに28まででたくさんたくさん向き合う機会をいただいて、自分の環境も含めて必然と向き合う機会が多かった人生なんですけど、これからはなんか自分っていう今矢印もずっと大事なんですけど、あの逆に思いに共感してくださって、自分の今の美容福祉のこともすっごい必要だよねって思ってくださる方を増やすことと、あとはやっぱりなんか美容っていうすごく素敵な可能性があるすごくいい仕事だから、なんかそういうこう同業の方もなんですけど、もっともっとなんかこうもっと照らされてないとこにあのそういう力を届けていきたいっていう人を増やすこともすごく自分のステップアップとして、自分だけじゃない、まずは自分だったんですけど、なんかそこもやっていかないといけないとか、やっていきたいなっていうところではあるかと思います。なのでこういう選択があるんやっていうのを知ってもらうというか、こういうあのアプローチの仕方があるんだっていう、ここしか見えてないのが逆になんか私のそういうこうやってることにちょっとでも興味持ってくださって、あこういうアプローチの仕方があるんやって知ってくださっていいなって思ってくださる方を増やせれば、もっと自分の手だけじゃなくてたくさんの方がそういうことに取り組んでいただいた方が、もっともっと本当に必要な人に必要なケアが、ケアというかこういい機会が作れるのかなと思ってるので、そこの部分をこういう形でまとめるじゃないんですけど、発信できる機会っていうのをもっと大事に私自身がしていかないと、めちゃめちゃアナログ人間なんですよめっちゃ苦手で、まあ自分できるだけこう裏方というか見られたくないぐらいの感じのタイプなのででも逆にこう思いあるその範囲からってつないでいただいた声も大事にしながら、発信する機会も大切にしていかないといけないので、今はそういう発信したりしてもらうあの機会を増やすっていうのもすごく、うんうん、あの課題としてあります。なるほど、ありがとうございます。いや素敵ですね、こうずっと今まで自分のことにこう見て向いていたベクトルを、今度はこう周りに対してこうベクトルを向けてできることがあるんじゃないかっていうところでこう進まれてるというところで、ちなみにですね、最後にもう一つだけご質問したいと思ってるんですけども、それこそこ の、はい、あのメディアを見てる方が、まあ、20代とかもしくは10代とか、はい、そういった方々が多い中で、それこそこう笹野さんご自身もこう高校受験する際にこうそこの決断からこう今のご自身がつながってるって話もあったかと思うんですが、それこそ妹さんもそのぐらいの年代だとも思うんですけども、そういった方々に対してですね、こうしたらもう少しこう人生が楽しくなるよとか、あのもう少し自分にとってあのいい選択ができたりするようですとか、なんかそういうこうアドバイスですかねを一言いただけると助かる、はい、大変嬉しいなと思ってるんですけども、いかがですかね。なんかでもやっぱり目の前に選択があった時にはやっぱ自分に期待してあげてほしいっていうのが一番ありますね。やっぱりそこに対してそういう繊細な人とか、やっぱり肯定できないような環境下に置かれて育ってきた人とか、たくさんいろんな要因があって自分に自信がない人ってたくさんいると思うんですけど、私もとことん自信をなくした経験があるからすごくわかるのが、できるだけその諦める、自分に対して期待を持たないチョイスよりも、自分に対して自信はないけどもあの諦める方じゃない方をチョイスするっていうのは、うんうん、できるだけ私はした方がいいって思ってて、それがやっぱ自分のそのギフトが生かされる環境にできるだけこう触れる、うん、チャンスだと思ってて、やっぱそこに生きがいを感じて生きれないとやっぱ自分が心の底から幸せって思えないんじゃないかってすごく思うので、はい、やっぱ選択があった時に自分に諦める選択じゃなくて、できるだけ期待を持って可能性を広げてあげる選択をしてあげてほしいなっていうところに関してはすごく伝えたいことですね。はい、も気をつけてます今現在28歳からまだはい、うんうん、私に言い聞かせてます
自分に期待を持って諦めにくい、自分が諦めたくない方の選択をしていくってことなんですかね。そうですね、できるだけ諦める方、自分に対してマイナスな諦めがある方じゃない方を選ぶという、うんうんうん、それがグレーやってもいいんですよ、ブラックじゃない方を、ね、なるほど、一つでもいいからその方がいいんだろうなって、あとは自分が一番答えを持ってるというか、うん、多分答え一番あると思うので、ここに素直に、ね、選択できるかどうかなんやろなって、自分に誠実に責任を持てる選択をするっていうところですかね。何でもいいことも悪いことも絶対とか遅かれ早かれ帰ってくるじゃないですかみたいな、あるあるであると思うんですよ、人生。そうですね、ありますよね、うん、確かに何言われたことは良くない、やっぱり自分で決めないと結局ね、こう意味がないんだ、身がならないんだっていうのもすごく感じてきたことなので、自分に誠実な決断をするっていうのはすごく大事だなと思いますね。責任を自分が持てるからこそ頑張れたりとか、うんうん、何かあった時でもこう立ち直れたりだとかしますもんね、うん、確かにありがとうございます。今日すいません、ちょっと1時間少し過ぎてしまいましたが、大変いろいろお話しいただいてありがとうございました。改めて最後ですね、あのタイトルコールして締めさせていただければと思っております、はい、はい、本日はの第668回、自分を表現することで人生を豊かに、ヘアメイク&ヘアデザイナー笹野めぐみさんに学ぶ美容のお仕事の可能性というところで、本日ありがとうございました。ありがとうございました。はい。